新幹線八百系電車。八百系は、九州旅客鉄道、JR 九州に在籍する新幹線電車である。九州新幹線の初代車両として二千四年、平成十六年に登場した。JR 九州は、同社初となる新幹線車両を製作するにあたり、東海旅客鉄道、JR 東海及び西日本旅客鉄道、JR 西日本から、 車両技術や車両保守などの技術供有を受けた。このことによって開発時間の短縮とコストの低減を図っている。基本的な構造は700系と変わらないが、先頭形状や内装表面、座席、機器配置などは変更されている。日立製作所、ただし台車は川崎重工業製により2004年3月の開業を前に6両編成5本30両。 編成番号、U001U005 が導入されたが、新幹線車両の全般検査サイクルが約2年であり、それを控えて予備編成を用意する必要性が生じたことから2005年、平成17年夏にさらに1本が増備された。九州新幹線全線開業に向けてデザイン等のマイナーチェンジを行った新800計算編成が投入され、 従来からの6編成と合わせて9編成となり、2009年より運転を開始した。エクステリア及びインテリアデザインは、三藤海英二とドーンデザイン研究所が、車内放送の音楽は、向谷ミノルが手掛けた。2005年に、鉄道とものカイローレル賞、日本産業デザイン振興会グッドデザイン賞を受賞した。700系を基本に開発、製造されているため、 モータ制御等の制御装置については、ほぼ700系と共通である。ただし、35パーミル、パーミルの急勾配での軌道に対応するため、全車両電動車とするとともに、軌道自費パリ力を増加させることができるようにしている。その結果主電動機の定格出力は700系と変わらないものの、軌道加速度は時速 2.5km、S に強化されている。 営業最高速度は500系や700系より遅い時速2 6 0トルである。空力的な理由から、カモノハシのようなものとなった700系の戦闘形状は採用せず、シャープな形状である。これは700系の戦闘形状のコンペで提出されながら不採用となり、その案を設計した日立製作所で保存されていたものに少し アレンジを加えて復活させたものである。CFD や風洞実験により時速二百六十キロメートル対応として設計された。先頭形状を七百0系のままにせず新たに設計し直したのは JR 九州側、特に当時の社長、石原進の意向による。また JR 九州側からの制約は最前部のノーズポイントを上げることと運転席前面ガラスの角度を ある程度つけることであった。新800系と呼ばれる U007U009 編成はヘッドライトの形状が変更され、そのカバーガラスも曲面的でやや膨らんだ形のものとなった。出入り口付近に設置してある行き先表示器は三色 LED 式を採用する。700系と同じく中空押し出し型材を用いたアルミダブルスキン構造となっている。 700系と並行して800系を製造することによって製造コストの抑制が図られている。ただし重量が大きい周辺が付き搭載の MP 車にパンタグラフが搭載されていることから各車のワイバランスを均一化するために MP 車の屋根は軽量なシングルスキン構造となっている。白地に金色とコーポレートカラーである赤色のラインが入る。そして屋根は 赤色塗装であるが、これはパンタグラフのすり板の粉で生じる汚れを目立ちにくくするために設定されたものである。車体には100系以降の東海道、山陽新幹線の車両に用いられていた白3号ではなく、より明るい白を採用しており、水戸岡は多分一番白い列車と述べている。各車両の客用、ドア横には、 赤色の大きな文字で号車番号が表記されているが、これは新八代駅で、リレーツバメから乗り換える際に、短い時間で乗車車両を探し出せるように配慮されたものである。なお787軽電車においても、リレーツバメ対応回収工事実施時に、同じ配慮がなされ、金色の道自体を採用している。完成当初は、全車両側面の号車表示部分に、 当時の JR 九州社長、石原進の記号による、ツバメと列車名が書かれていたが、全線開業後に本系列は、桜の一部でも使用されることとなり、乗客の混乱を防止するため、列車名を消去した上に2011年1月から3月に、かけて、先頭車の運転側の800系のイメージとする、ロゴマークと、車体全体のツバメのイメージとする、ロゴデザインに変更された。 河線からの炭素交流 25KV を周辺圧器で高圧した上で主変換装置で炭素交流から直流に変換後さらに三升交流へと変換して主電動機を駆動する MCMPM2 ユニットを採用し MC 社821系822系には主変換装置1機空気圧縮機が MP 社826系には周変圧器 終電装置が M2 社 827K には主変換装置2機が搭載される。主変換装置はイベット素子を利用した3レベル PWM コンバータプラス3レベル PWM インバータで構成されている。主電動機4機を並列接続して回路を構成し 1C4M 制御を採用する。主電動機は 連続定格出力2 7 5キロワットを有する、カゴ形3小誘導電動機であり、1両あたり4機搭載する。台車は、直進安定性に優れた、走行特性を示す軸量式の軸箱指示機構を備えたアンチ用断髪機のボルスタレス台車の、WDT205K を装着する。駆動方式は、WN ドライブである。乗り心地向上のため、 全車両にセミアクティブサスペンションが搭載されている。ブレーキ装置については、700系と同様に回生ブレーキを装備するほか、緊急制動時の滑走対策のために、先頭車の台車にセラジェットも装備されている。また、急勾配対策としてそもそも即ブレーキの機能が追加されている。低速装置が装備されているが、営業運行中は使用しない。騒音。 軽量化対策としては、700系のような大型の外資カバーやパンタグラフカバーは装備せずに、東日本旅客鉄道 JR 東日本が開発し E2 系1000番台で採用された低層音外資付きのシングルアーム式パンタグラフ PS207 系型を装備している。この結果、700系に採用されているシングルアームパンタグラフ TPS301 系。 パンタカバーなどを含むと比較して、約 650kg の軽量化に成功している。全車両普通車のモノクラス編成であり、座席は横に4席並び、2列プラス2列配置となっている。日本の和を基本コンセプトとする独自の衣装が施されている。木材にはすべて不燃処置が施されている。奇数号車の博多寄りには、便所、 洗面所が設置されているが、便所は桜材の手すりで、暖かさを、洗面所には、八代のイグサの縄のれんで伝統の技を演出した。1、5号車には、車椅子スペースとバリアフリー対応トイレが、設けられている。2号車には、公衆電話が、4号車には、自動販売機が設置されている。つまめに、く座席に、西陣織のモケット、日よけに、 木製のブラインドを採用。座席の基部も木製とされた。客室用座席は京都府京田辺市の住江工業製、運転席用座席は700系と同様。レカロ製のセミバケットシート、ラッカロ 24H チェアを採用。豪車によって腰掛け木材と表皮材料の色の組み合わせが異なっている。後に増備される千万二千万番台、通称 新800系の5号車に採用された多目的室は既存の800系への設置改造も行われる。出入り台の壁は柿渋色、客用ドアは古代漆色という伝統色、手すりや握り棒は熊本産の桜材が使用されている。デッキと客室を仕切るドア上部に設置されている車内案内表示器には車両案内、停車駅案内、ニュース、 西日本新聞ニュースが表示される。後に、車内後方座席からの視認性向上を目的として、新800系 U007U009 編成同様、車内中央の天井部にも、車内案内表示機が設置された。2009年夏から登場した新800系 U007U009 編成は、乗り心地改良のため、従来よりも、 座面を 35mm 深く、着席時の背もたれの角度が7度から8度に変更されている。新たに、二台仮面と窓枠下の小テーブル、框も木製となったほか、電話室ののれんにくるめがすりが採用されている。合社によって腰掛け木材と表皮材料の色の組み合わせが異なっている。すべての腰掛けから、車内案内表示機の視認性を高めるため、 聖板の高さを2 5ト、mm、ル、腰掛け座面を1 5ト、mm、ル、合わせて床面から4 0ト、mm、ル低くし、さらに車内の天井にも、車内案内表示器が設置されている。後に既存編成、U001U006 編成でも、同様に車内の天井部に、車内案内表示器が設置された。本系列に属する各形式名とその車種は、以下の通り、 電動車3両を1ユニットとする構成で700系の4両1ユニットから1ユニットあたりの車両数は1両減らされている。そのため、運転室後部に機器室を設置しそこに減らした車両分の機器搭載している。このため500系と同様に運転室後部の客用ドアは設置されていない。開業初期から所属している編成、U001U006 編成は0番だよ。 2009年以降に増備される編成のうち、U007、U009 編成は1000番台を、U008 編成は2000番台を名乗る。検測機能を搭載できることから、区別されている検測機能を参照。車体番号の配分以下一桁の数字は0番台からの連番である。例えば、u 零零七編成二十一系の場合は、8 2 1 1 0零七 となる。九州新幹線内の桜、つばめで運用されている。2004年3月13日の九州新幹線の新八代駅鹿児島中央駅間開業と同時に、つばめの愛称で運用を開始した。当時、新八代駅発着の全列車は、鹿児島本線の特急、リレーつばめと接続を行っており、同列車とは、相互で、 同一ホーム上で接続を行っていた。2009年8月22日のつばめ42号より新800系1000番台 U007 編成の運用が開始された。九州新幹線全線開業後、800系は九州新幹線内を理解し列車に限定して運用されている。2011年1月以降、列車電話の事業者をソフトバンクテレコムから 山陽新幹線と同じ NTT コミュニケーションに順次変更している。JR 西日本の管轄である山陽新幹線との直通列車には800系の後継車種である N700 系7000番台、8000番台が運用されており800系は使用されていない。当初は新下の関駅発着の桜に使用する計画があったが見送られた。構造上は 山陽新幹線への乗り入れも可能であり、2011年1月には乗り入れ対応のため、山陽新幹線で試運転を行っている。U007、U009 編成、1000番台には軌道の検測を可能とする装置を、U008 編成、2000番台には電力、信号、通信の検測を可能とする装置が搭載可能である。U001 編成は線路び、 河川の検測機能を持っており、車両番号の末尾に、K の文字が加えられていたが、前述の編成増備に伴いその任を解かれ、2010年3月31日付で、車番変更、車両番号から K が除かれるが行われた。ただし、他の検査専用車両のように検査機器を常時、設置しているわけではなく、検査実施時のみ機器を搭載して、検測を行う。 外観上の違いは、パンタグラフ付近に計測用のカメラと投稿機が装着されいる点で、それ以外にまた編成との違いはない。この河川計測装置には、名電車のカテナリーアイを使用している。これは、車両の屋根上に小型カメラ2台とラインセンサーを搭載して走行中に、トリーゼンを 約3センチメートル間隔で計測する装置であり、従来の計測装置と比べて大幅な小スペース化が図られている。山陽新幹線との直通運転を行う N700K7000 番台、8000番台が、東海道新幹線仕様のデジタル ATC を搭載するため地上設備の仕様変更を行い、また、車上設備の変更も行われた。 変更の対象になったのは既存の6編成と2009年夏に投入された1編成。地上設備、新圧代鹿児島中央と車上設備に計10億円をかけて回収を行った。使用変更に伴い2009年6月13日から同年12月末にかけて土日を中心に営業時間外に800系を使用しての試験が行われた。 同年9月までは時速 120km 以下、同年10月からは時速 260km での試験が行われた。本形式はラッピングトレインの対象車両としても使われている。2004年12月16日から2005年3月31日の間、日韓有効年2 0 0 5記念し、パクヨンハをデザインしたラッピングトレイン。 幽霊レーイヨン編成が運行された。2009年7月18日から8月31日の間、JR 九州の企画、ポケモンスタンプラリー2009夏に合わせ、ポケモンラッピングトレイン、幽霊レーイヨン編成が運行された。2011年9月12日から10月16日の間、福岡ソフトバンクホークスの選手と、応援隊長の白と次郎。 お父さん犬がラッピングされた、ホークス応援ラッピング新幹線、幽霊零4編成が運行された。2014年12月20日から2015年3月1日の間、JR 九州の企画、妖怪ウォッチ JR 九州熊本駅を、妖怪、ジャック。や、映画、妖怪ウォッチ誕生の秘密ダニアン。公開に合わせ、妖怪ウォッチラッピングトレイン。 u 零零八8編成が運行された。2015年7月15日から8月31日の間、u 零零七7編成にドリームズカムトゥルーのラッピングを施したスペシャルドリカム新幹線が運行された。また、同年12月5日6日の史上最強の移動遊園地ドリームズカムトゥルーワンダーランド2015、九州公園、福岡や福岡、ドームに合わせ、 10月3日から12月6日には、スペシャルドリカム新館、ワンダーランド5が運行された。2016年7月15日から9月30日の間、元気に、九州プロジェクトの一環として、u 霊零一編成が九州各県のキャラクターをデザインしたラッピングを施して運行された。2016年6月30日から、 5・5・キスマイ熊本大分の一環として、U008 編成に、キスシュマイニホリンとのラッピングを施した、キスマイ新幹線が運行されている。2018年1月13日から6月上旬まで、U009 編成に、同年の NHK 大河ドラマ、西五郎ドンのラッピングが施されている。2019年5月17日から、 ミッキーマウスのスクリーンデビュー90周年を記念して、九州新幹線での旅をアピールする、5. ワクワクトリップウィズミッキープロジェクトの一環として企画。U007 編成にミッキーマウスのラッピング以外にも、車内のでは座席のヘッドカバーなどに特別なデザインを施している。U005 編成は2016年4月14日、改装中に熊本地震の揺れを受け出す線。 熊本総合車両所内に留置され続けた末、2018年3月16日付で廃車された。6号車の822から105は2017年11月12日の新幹線フェスタイン熊本では車体に寄せ書きをする企画が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。